ベンガルは猫の品種の一つである。野生の山猫と単シ種の家猫を交配して作られた。原産国はアメリカ、単シ種。頭は比較的小さく耳は比較的大きく、丸みのあるくさび型をしている。花は幅広。目は少しつり目気味で丸い形をしている。足の長さは普通で力強く筋肉質。尾は細長い。紐は密集していて柔らかめである。 全体的に細長い体型をしている。1970年代、カリフォルニア大学で猫白血病の研究のために家猫とベンガルヤマネコの交配が実験的に行われた。この時に生まれた猫が後のベンガルの基礎になったと言われている。ヤマネコの他にインド、アメリカの単毛の土着猫、アビシニアン、アメリカンショートヘア、エジプシャンマウ、シャムネコ等が交配に使われた。 ベンガルブラウンスポッテッドタビー6ヶ月と市色は大きく分けてブラウン、スノー、シルバーの3種類があり模様はスポッテッドとマーブルの2種類があるスポッテッドはヒョウやジャガーのように濃淡のある反転が良くマーブルの場合はクラシックタビーでは良いとされる楕円形の島は欠点となるブラウンタビー最も一般的な毛色でフォーンから濃いオレンジブラウンまで幅広い 濃淡の幅が広いものは鳥カラーと呼ばれることがある。目の色はブルーとウッドアイ以外のほとんどのカラーが認められているが、海外のブリーダーにはより野生猫に似た金色の目が好まれている。スノータビー造芸色に焦げ茶色の模様があり、雪表に似ているため、スノーベンガルの名がついた。シールセピア、シールミンク、シールリンクスポイントの3種類があり。 シールミンクとシールリンクスポイントに限りブルー系の目の色が認められている。シルバースモークタビー近年公認された新しい毛色で品種改良に用いられたアメリカンショートヘアのシルバータビー遺伝子に由来する黄色味のないクリアーな金灰色に黒い模様があり、シールシルバーリンクスポイントトースノートの組み合わせも認められる。 シルバースノーベンガルは通常のスノーベンガルよりも白っぽく淡い地色をしている。スモークタビーはエジプシャンマウのスモークに似てシルバータビーに薄墨を重ね塗ったような毛色をしている。公認される以前からスモークブラックの子猫は時々生まれていたがブラウン、スノー以外の形状は欠点とされていた。他にもブルータビー、ロングヘア等が稀に生まれるが品種のスタンダードから外れるため 繁殖やキャットショーからは除外される。また、メラニスティックと呼ばれる個体は、外見は普通の黒猫のようだが、光に当てると黒表のように反転が浮き上がって、見えると言われている。だが数が少ないため詳しいことはわかっていない。ロングヘアベンガルは個別の品種として確立しようという活動が始まっている。野生的な外見に反して、性格はおとなしく温厚である。 家猫としては珍しく、水に濡れることを嫌がらず、水遊びを好む個体が多い。多くの個体は高いところに登りたがる。運動量が多いため、猫が十分に運動できる環境で飼うのが望ましいと、される。毛の手入れは、ほとんど必要ないとされるが、スキンシップを図るという意味では、手ぐし程度の手入れはした方が良い。ありがとうございます。